汚いね。カメラか。つばだね。こっちは行ってないな。多分。ツイキャスみたいに行かないんだね。配信されてんのかなこれ。されてるか。ツイッターでシェアするこれかな。一人来た。どういう仕組みなんだろうね。初見さんいらっしゃい。聞こえますか音。ゆうちゃさんいらっしゃい。和道と言います。よろしくお願いします。どうしたの？今配信やってんの、シャアちゃん。うん、シャアちゃん。ふわっちまだ初心者ですか？ああ、こちらこそよろしくお願いします。僕も初心者です。はい、全然やったことなくて。声も画質もいい。あ、本当に？あ、よかった。元気だね、シャア。今日いっぱい寝たの。三名さんいらっしゃい。和道です。よろしく。かわいいでしょ？文鳥って言って、文章の文に鳥って書いて文鳥っていう種類の鳥ですよ。釈迦っていう名前です。この子は女の子です。3歳かな。釈迦釈迦釈迦あれ釈迦釈迦返事しない。普段返事するんだけど文鳥っていうの。うん、お掃除中だから。そうそう、キレキレしてる時は、だから、シャカ？うん、いいよ、こっちは。シャカ？シャカ？こっちおいで。こっちは。シャカ？シャカ？こっち来ない。シャカ？怪しい方。新しいお知らせがあります。なんだ、配信終了しちゃうんだ。ダメでしょこれ。仕組みとしてキャスもそうなんだよね。 お知らせやるとクリックしようとするとなんか配信切りますみたいな。だったらお知らせ載せんなよみたいな。懐いてますよ。うん、すごく人懐っこい鳥なんですよ。この子は特になんか人懐っこくて可愛いですよ。まったりしてる。あ、そうですね。彼女です、はい。カップル配信とかあるのかな？ジャンルに。ないかな。カップル配信うらやましい。ここ1ヶ月間ぐらいなんですよ、付き合ってから。付き合ったばっかりですね。痛い？シャカもうカゴ入ろう。遊んだから。あ、なんで怒ってんの？うん、あ、怒んないで。痛い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 。荒ぶってる。パパちゃん。
食べログの時期ですね。ラブラブな時期ですよ。そうっすね。仲いいもんね。喧嘩全然しないよね。彼女美人さん、ありがとう。メガネどこ行ったかな。わかんない。ゆうちゃんさんは何配信もやるの？キャスで。キャスじゃねえや。ふわっちか、ここ。僕はニコ生で配信やってますね、普段。ニコ生でやってます。誰でも気軽に動画ラジオって、ちゃんまも今ふわっちやってんだっけ。背垢が荒かすぎしてるらしい。話し方上手だから絶対配信者だと思った。長いですね。3年ぐらいもやってますね、配信は。ニコ生がずっと長くて、あとツイキャスと FC2 でも半年ずつぐらいやってましたけど、一番古いのはニコ生でやってました、僕は。閲覧増えましたね、ありがとうございます。なんか急に増えた、ありがたいですね。11名さんいらっしゃい。和道と言います、よろしくお願いします。固まってるよね、これ完全に。完全に固まって